ミシェルファンは、ベトナム系アメリカ人のメイクアップアーティスト。YouTube におけるメイクアップマニュアルが人気を博す。英語圏全域のみならず、ベトナムや南アメリカ、日本のメディアにも取り上げられ、知名度を高めている。米国においては、スータの雑誌にも特集が組まれている。2004年より、ライスバニーのユーザー名で SNS での活動をスタート後に、 YouTube でのセカンドチャンネルや Twitter、マイスプイスでも同じ名称を使用。2006年7月18日から自身の YouTube チャンネル上でミシェルファン名義での活動を開始。2010年8月13日現在、YouTube の達人カテゴリーにおいて最もチャンネル登録数が多いチャンネルとなっている。また、全カテゴリーにおいても17位、女性のチャンネルでは1位であり。 2009年から急速に人気を高めている。合計再生回数は2億回を超える。2010年にランコム USA と契約し、毎月1本ずつランコム製品だけを使用したマニュアルを投稿することになった。それ以外のビデオについては、今まで通り様々な商品を使用したスタイルを続けることを明言している。 EQ Beauty インターナショナルよりスキンケア化粧品の販売も行っている。2014年、YouTube 情報を中心とするアメリカのオンラインマガジン、ニューメディアロックスターズが選ぶトップ100チャンネルで48位を記録する。2015年には、インク及びホーブスが選ぶ30歳未満の30人の起業家として紹介される。ホーブスの2015年に行った調査によれば、 彼女の年収は YouTuber としては世界7位となる年収300万ドルである。投稿されるビデオはほとんどがメイクアップの実演マニュアルのスタイルを取る。決められたテーマに沿ってほぼすっぴん状態の自らの顔にメイクを施していく。使用する商品や使用方法についてのナレーションが BGM や字幕と共に入る。ビデオの編集には MacBook Pro を使用している。 ほとんどの動画の視聴回数は50万回を超え、300万回を超えるビデオも少なくない。中でも、レディー、ガガポーカーフェイスチュートリアルは2000万回を超す大人気となった。レディー、ガガバットロマンスルックでは初めて特殊効果を使用。外メイクアップチュートリアルでは同じく YouTube セレブリティのレイ・ウィリアム・ジョンソンをメイクアップした。セーラームーン・トランスフォーメーションでは セーラームーンのコスプレ姿になり、世界中の少女たちに向けてのメッセージを発している。同ビデオの概要では、自らがセーラームーンの大ファンであり、作者の竹内直子にいつか会いたいという夢を記している。他にも BGM に J-POP を何曲も使用しており、ハローキティ、シュウウエムラなどの日本製品を持ち、ラーメンや寿司を食べる姿から日本に対する親しみが、 感じられる。メイクアップ以外のビデオとしては、食品、氷やアスピリンを使用したスキンケア、紙袋で髪をカールする方法、ブラシの洗浄方法などが披露されている。ニューヨークでのお気に入りレストラン、ペットの紹介、ハロウィン用の変装など、よりリラックスした雰囲気の作品もいくつか見られる。使用する化粧品には安価なものも多い。子供の頃に、両親は離婚し、 母親と共に、マサチューセッツ州、カリフォルニア州、フロリダ州などで過ごした。家族は貧しい生活を強いられ、政府による公的扶助を受けていた時期もあった。12歳の頃より水彩画と油彩画を習い始めた。皮膚科学にも関心を持っていたが、結局はアートカレッジに進学し、イラストレーションを学んだ。アートと美容に加え、TV ゲーム産業にも、 関心を示している。母親は経済的に自立しやすい医療分野に進むよう望んでいたという。YouTube で有名になるまでは寿司レストランでウェイトレスをしていた。家族は母親、兄、妹、及び猫のミア。うさぎのミスターバンバンを飼っていたが病気で亡くしている。ありがとうございます。